ハウェア湖はニュージーランドのセントラルオタゴ地区に位置しており、348メートルの標高にある。この湖は約141平方キロメートルの面積があり、最大水深は392メートルである。この湖の名前はマオリ語であり、地方部族にちなんで名付けられたと考えられているが、正確な意味は不明確である。 ハウェア湖のパノラマ1958年には、この湖の水位は、水力電気の発電量を増加させることを目的により多くの水量を貯蔵するため、人工的に20メートル上げられた。おおよそ南北の軸に沿った最大延長で、この湖は35キロメートルの長さがある。この湖は、最後の氷河期に作られた氷国の中にあり、ハンター川によって、 水が供給される。8キロメートル西には並行する氷河国に罠カコがある。最も近接する地点では2つの湖は1 0 0 0ルしか離れていない。ハウェア湖は約1万年前に作られたターミナルモレーンによって南側がせき止められたものである。この湖の周囲で平坦な唯一の地域は湖の南端にあって ハウェア川への流出口を取り巻いている。この川は、クルーサ川の短い支流であり、アルバートタウンの近くで合流する。ハウェアの集落は、湖の南岸にある。この湖は、有名な行楽地であり、夏には釣り、ボートそして水泳のためによく利用される。近隣の山々と急流のおかげで、 ジェットボートとスキーのための施設が近くにあって、一年中、アドベンチャーツーリズムを楽しむことができる。ヨーロッパ人による、歴史以前、ハウェアは重要な役割を演じた。1830年代、ハウェアのマオリ人住民が、南東の東海岸の住民に対して、鉱山の山道を越えての戦士テプオホの部隊による、攻撃計画の警告をもたらした。ハウェアの位置、 ありがとうございます。